こんばんは。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。こんばんは。こんばんはにはちょっと早いかしら、6時だもんね、まだ。暑い真夏をお過ごしの皆さん、こんばんは。三村です。いかがお過ごしでしょうか。皆さん熱中症気をつけてくださいね。今はね、ちょうど夕方で眠くなってきました。いや、そう、まだ実家でいるので、だから、お、誰か帰ってきた。誰だろう、朝日かな。妹が帰ってきました。高校3年生なのでね。お疲れですね。明日はマミムメモ公演、夜公演。平日のマミムメモめちゃくちゃ久しぶりじゃない？すんごい久しぶりな気がするんだけど。まあ楽しめたらなとは思っております。明日ちっちゃいもんとマミムメモかな。どうぞよろしくお願いします。なんかちょっと寒いな。あ、普段行けない。確かに休日に行けない。まあその私もそうな、そういう職業だけどさ、平日の方がなんか時間使えるって人も多いよね。よいしょ。確かにそういう方からしたらね、平日の公演は行きやすかったりするよね、きっと。明日は平日のマミメモでございます。よろしくお願いします。画像をね、作り終えて。なんかちょっと久々な気はするよね。そんなにめちゃくちゃ久しぶりじゃないと思う。6月の誕生日過ぎてすぐの時に1回やったから、そんなに久々じゃないんだけど、ちょっとなんかね、1ヶ月ぐらいやってないと
1ヶ月じゃないか、2週間ぐらいやってないと久々に感じますよね。はい、そうで昨日ねツイッターに投稿させていただいたんだけど、昨日はね AKB48、 あ、まあ AKB 名義はないのかな、岡田奈々さんの10周年記念のソロコンサートに、見に行ってきました。イエーイ。7月3日がまさかのオフだったので、そうなんか仕事あると思ったのてっきりで、まさかのオフだったので1週間前ぐらいに、あ、だったら岡田奈々さんのコンサート見に行けないかなと思ってマネージャーを通してお願いしたら、そう関係者席でね見させていただいて、そう周りいっぱいメンバーがいて、そう AKB さんのね先輩方がいっぱいいて、あわわわわってなってたけど、一人で行ったの、オンリーで行ったの私。オンリーだったのよ、マネージャーはいない本当に、で家族もいない本当にオンリーで、すごいそれに関しては心細かったんだけど、それすら忘れる、それすら忘れるほどの良さだった、すごかった、ソロコン。いや本当にね、その AKB48 っていうグループのコンサート、ソロコンサートとかじゃなくて、岡田奈々さんっていう一人のアーティストのソロコンだったね。すごくいろんな楽曲をカバーされてて、でも7月10日にも神奈川県の方で、あ、ギフトありがとうございます、神奈川県の方であるんだってさ、追加公演だ、そのもともとは7月3日だけだったんだけど、その7月3日のチケットが、チケットの申し込みがたくさん来たから追加公演で10日もやることになったんだって。で10日は配信をねするんだってさ、生配信、本当はそれももともと予定にはなかったんだけど、海外のファンの方とか仕事で来られない方とか、そういう方のためにたくさんの声があったから実現できた生配信を7月10日にやるって言ってました。そうそうそう、でセトリとかはネタバレになってしまうので、皆さん7月10日の放送というか生放送、生配信を見ましょう。あれはね見て損ないですよ、感動しました、感動しましたっていうかすげえってなる、うん、なんかなんだろう、満足感のあるライブってこういうことなんだなっていう、でアーカイブがないから、そうチケットってまだ売ってんのかな神奈川、ちょっと分かんないな、本当に良かった、奈々さんの歌声はもちろんバンドさんのアレンジだったりとか、あと映像表現、映像演出もこうなんだろう凝ってて良かった、うん、楽しかったです。なんか奈々さんの、奈々さんがどん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 歌上手になられててなんかそうね、なんていうの難しいな、ちょっとなんか会うたびに会うたびに歌なんか歌うまくなったなみたいな、なんかまたさらに歌上手になるんみたいな、そうまたなんか成長してるっていう、すごいな、やっぱすごいなって思って、そういうねこう現状に満足せずに
どんどん進化されるのは私も目標にしなきゃいけないことだなと常々思いますね。うん。なのでなんか奈々さんのツイッターに7月10日の配信について多分リンクも貼ってあるので、えマジで見てほしい。本当になんか今の AKB48 のエースと言われて過言じゃないメンバーさんの一人じゃないですか、奈々さんは。のその一人のアーティストとしての姿をぜひみんなにも見てほしい、ですごいってなってほしい。うん、よかったな、すごい楽しかった。奈々さんお忙しいだろうに、その忙しさを感じさせないパフォーマンスで、なんかその私だったらちょっとこう多忙が続いてると体が疲れちゃってうまく体がならないのね、楽器として。でもなんかそれを全く感じさせない。ついこの間までミュージカルやられてたし、音楽番組とかもたくさん出てるはずなのに、全然なんかそう元気でっていうのも変だけど、すごかった。そう楽屋挨拶もねさせていただいて、そうマスクしてて、私がマスクしてて全然メイクもなんか落ちちゃって汗でその中でそう名乗る前にひのちゃんって言われて、私のことそこまで認知してくれてる、優しいんですよ本当に。あちなみに新潟のお土産はね、あれねラングド社ですね。そう安田牛乳さんのラングド社を、そうだポンシュ缶なんだけど袋はポンシュ缶のあそこのお店で買ったからさ、東京に来る前に新潟のお土産をと思って、そうお酒じゃないですなんかそう簡単に食べられるものがいいかなと思って、ヒノが好きだから、だからねお酒かと思うよね、新潟に それなりに知識がある方は。ね、まあだからね、ヒノが好きなラングド社をプレゼントっていうか差し入れ、うん、そう一緒に写真も撮ってくださってツイッターに載せましたけど、そうでね、すごいてか本当に私全然感想言えなくて、コミュ障、その日コミュ障発揮しちゃって、つって全然言葉出てこなくて、すいませんみたいなガチね、そうそう急、うん、そういうたまにそういう時あるんですけど、多分その場がアウェーだったのもあって、周りがね結構何人かの複数人で来られてたから、私だけそうぼっち参戦で
そうそうそう。いや、ほんと、いや、ほんと、すごくてみたいな。何言ってんだろうみたいな。全然喋れんかった。全然喋れんくて。うん。いや、まあ、全然喋れんくてっつっても、なんだ、その本当になんかもう、いや、本当、本当すごくてみたいな。いや、もう感動しましたっつみたいな。めちゃくちゃ良かったで、最高でした。ちょっと暑いな、暑くなってきた。そうで、ファイナリストライブも楽しみだって言ってくれて、いや本当に、いや本当にみたいな。あばば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 みたいな。いやだって一人だったんだもん、一人だったさ、心細くて。いやまあでもね、こうお土産も渡しできたし、感想も後から連絡できたし、そうそうそう、強いて言うなら髪の毛がボサボサだったことがすごく嫌だったかな、私がね。いやこれもツイッターに載せたんだけど、なんでかって言ったら、その三軒茶屋で降りてこう昭和女子大学に行けばよかったんだけど、そのなんかね、そのスマホのマップ、スマホのマップの通りに行ったら、なんかその裏口からのルート案内をされてたっぽくて、あ、マジで空いてなくて、どこもあれみたいな、ここに道あるのに空いてないから入れねえやないかいみたいな。そうだから、その昭和女子大学の裏口の方まで行っちゃったの、正門しか空いてなくて。でもなんていうの、マップにはマップはその裏門の方から案内されてたの。だから私はバカ正直に裏道を通って行ったのに、着かなくて、でここまで来たら、え待って、どうしよう、どっから行けばいいのって、正門の位置なんて分かんないから私。だから最終的にこうやってね、三茶から来て、こうやって行ったの、わかる、ここにあの敷地そう敷地で、こうやって行ってそう、だから昭和女子大学の外周をガンダッシュしました、全力ダッシュ。そりゃ汗だくになるよねっていう、暑い夏のさ、まあ昼下がりではあったんだけど、夕方のね、そう、いやマジで遠かったし、長袖だったから私、半袖のワンピースの上に長袖のパーカー着てって、なんかもう本当に時間がなくて、なんでかっていうと、その早く行きすぎると、目立っちゃうっていうか、その関係者口から行かせていただくから、早く行き過ぎても迷惑がかかるから、まあちょうどいいぐらいの、まあとは言っても別にまあ余裕を持って着くぐらいのつもりで家を出て、電車乗ってちゃんと駅にはちゃんと着いたのよ、ああみたいな、これでね、あ、まあ7分8分ぐらいで着くらしいからと思って、で行ったらさ、真逆、ガンダッシュ。そっからはもうで、ちゃんと席につけた58分とかだったよ。そう、6時開演で5時58分ぐらいにやっと着いて、そうそうそう、あでも他のメンバーさんも同じぐらいだったんだけどね、その現場に着いたのは、他のグループの先輩とかも同じぐらいではあったんだけど、ただその方々は余裕を持って着いてるからね、涼しい顔されてますから。いやもう私は汗だくよ、本当に。いやガチギリギリだった。そう、なんとかでしたね。うん、そう、前髪がもうシャワーに
入った後なのぐらいで、そうだからね、最初もうこれこの状態でもうなんか全然見えなくて前が、だからこうやって見てた最初で、これが固定されるぐらい髪の毛がね汗だくで、そうそうそう、まあでもまあまあライブ自体が2時間ぐらいあったから、だからまあなんとかなったというか、そう終わった頃にはまあ髪はボサボサだけど、まあまあまあ汗だくではないかなぐらいにはなったからね。いやそうだからマップがね正常に案内できなくて、正門に行けばよかったんだけど正門の場所わからんしなみたいな、そうそうそう、もうほんと外周回ったんだってば。いやー大変だったな、焦ったよね、遅れたらちょっと申し訳ないかなと思って全力ダッシュ。うん、いやでもね検索したらちゃんとそれ出てくんのよ、裏口から案内されんのよ、なんでか知らんけど、でも正門よりそっち側の方が近いんだろうね、でも正門からしか入れないからあれみたいな、そうそうそう、あそこで引き返せとけばみたいな、めちゃくちゃ広い団地の外回ってきたから意味わからんでしょ。団地ん、なんかここ違くねみたいな、そう人生で初めて迷子になった、まあ初めてではないか、なんか大人になって初めて迷子になったね、そう。携帯の中の地図はが、そう経路案内がね、地図は別に間違ってなかったんだけど経路案内が正常にねそう機能しなくてさ、そうそうそう、いや私結構ね地図はねしっかり、ま、マップ把握できるタイプだと思うんですけど、ただまあ今回に関してはしょうがないよね。だってそういう風に案内されたら、そう4月3日は結構みんなそれぞれメンバーが公演じゃないわ、仕事があったからね、私だけなんかオフだったよね。いや私だけってわけじゃないけど、なんか それこそ野球と鉄音と、あとまあ終わってから発表になったけど、一緒にコンサート見れるやつ、あれも7月3日だったの。だからなんで私仕事ないんだろうって思って、でもね、こう神様が味方してくれてたのかもしれない、そうオフによって奈々さんのソロコンに行くことができるっていう運をゲットしたのかもしれない。うん、なんかソロコン鑑賞会良かったらしいね、パパが当たったんだよ。パパがね当たってさあ行ったんだって、そう娘いないのにさ。だ私はそのなんかその単独婚のその鑑賞会の日程も知らずにパパの当選メールで知ったの、7月3日当たっちゃったみたいな LINE で、へーっつって、
でさ、誰が出るとか知らないから、誰が何人出るとか知らないから、そうで、パパは日野と会いたかったらしいけど、うん、そう、日野と新潟でお酒が飲みたかったらしいんだけど、日野はパパが新潟にいる間はこっちにいたのよこっちに、ここにいたのよ。だからそう、ちょうどすれ違って、だから日野がこっちにいる時、パパは日野の一人暮らしの部屋で寝泊まりしてたって言ってたかわいそうそう、めちゃくちゃすれ違ってんだよね。うん、まあでもなんか楽しかったらしい、楽しかったというかね、いろいろ生写真のね、あれとかね、生写真っていうか撮って出しのやつ、浴衣のやつ、あれ非売品だからね非売品だから多分そうだと思うんだよな、みんな欲しいでしょうね。いや、ほんとなんで私7月3日オフなのか分かんなくて絶対私さ、そう、鉄を呼ばれてないなってことは、じゃあ、まあ、パパが7月3日に鑑賞会ってことは、じゃあ7月3日は鑑賞会なのかなみたいな。そしたらその名前もなんか呼ばれずにさ、ん？パパ当たってましたね。まあなんかその奈々さんのソロコンを見に行かせてくれる権利を神様が与えてくれたのかもしれないね。そこでね、こう仕事があったらさ、どっちにしても行けなかったから、権利すらなかったわけで、しかもね、ちょうどこっち来れるタイミングだったから、ゆっくり実家にも、まあ明日ね公演あるけど、ゆっくり実家にもいられて、いいちょっとした休暇だったかな。うん、まあ昨日は結構、ま、てか今月はずっと災難続いてるんだよね、個人的にそう、別に何がどうっていう話じゃないけど、なんかずっと嫌なことあってそう、7月入ってからなんか、え、いいことねえなみたいな。そう、ユナコも卒業発表しやがるしと思って、毎日なんかしら悪いことがあって、で昨日もさ、ナナさんのソロコン自体は良かったけど、そのマップ間違いによるど厚い中全力ダッシュっていう嫌なことがあってね、汗かいた状態でさ、現場入りというか会場入ったりとかさ、でずっと嫌なことあるのよ。今日はまだ何もないな、今日はまだ何もないけど、なんかもしかしたらちょっと悪い運気が溜まってるかもしれん。カラーズが楽しすぎたからね、カラーズが楽しすぎて、その分のちょっと波が来てる今。最高の2022年上半期終了を迎えたのに、もう結構最悪なレベルの下半期スタートを迎えてて、そうそうそう、ね、いやまあ幸福と不幸のね値は一緒とか言ったりしますからね。え、ひのちゃんとね、そのマップとかホームページもねちゃんと見たの、ちゃんと見てよしと思って検索して行ったら違ったんよ、うん、ふざけんな。いやまあこれは別に誰が悪いわけじゃないんだけど、そうそうそう、私が知らないのが悪いんだけど、地をね、うん、まあまあまあそんな感じで、
まあところどころハプニングもありつつ今日まで生きてきました7月。まあまだ4日なんでね、7月のまあちょっと最初のスタートダッシュは悪かったかもしれないけど、これから良くなるかもしれんから、それはね、別に悪いことばっかじゃないかもしれんしね。カラフェスはね爆死だったけどね。いや爆死、プロセカのガチャは100連まで星4が 1枚も来なくて、やっべっと思って引いたら1回の10連で3枚来て、そのうち2枚はダブって、1枚だけ新規のエナナンの期間限定がゲットして、その後140連まで引いたんだけど、ほとんどすり抜けで被っちゃって、カラフェスは新規が確か2枚、カラフェスのしほちゃんとカラフェスのほなみちゃんはゲットしたんですけど、そうそうそう、まあまあ悪くはなかったけど、ひのが欲しかったかなでちゃんはまだ来てなくて、そうですり抜けばっかでね、今思いの準決勝が9個ぐらい溜まって、何人かさすがにマスターランク上げましてね、髪型解放させました。そう、とりあえず真冬ちゃんのショートカットを解放させて、でも奏のポニーテールが欲しい、から今140連回してて、天井まであと60連なの。やるって思ってるね。でも賞味ちょっと賞味ちょっとお金がねなくて、だから我慢したいなとは思ってますけど、まああと10円はギリ貯められそうなんだよな、期間内に。ってなった時に、10連で出るかっていう話ですね。寒っ、待って体冷えちゃった、体冷えちゃった、寒い寒いとか言ったり暑いとか言ったりすんごい意味わかんないですけど、まあそれって夏の醍醐味ですよね。うー、寒い、いやエアコン、いや私さっきまでちょっと外出してて、そうっていうのもあってね、夏バテ怖えよ、熱中症怖えよ、もうちょっと上げとこう、じゃあまあ明日ね、マミメモ公演だからさ、まあちょっと埼玉の暑さともね、まあお別れできるっちゃできるんでそこで声をずっと聞いてる三村朝日さん、はい、おかえり、ただいまあんた今さ、なんでさ上はさ中学校のジャージでさ、下はさ高校のジャージ着てんの？あったものがこれだったから制服で帰ってきて全員着替えたの？うん、ほらみんないたんだいたの？ずっといました、ずっといたね、あの奈々さんのソロコンの感想を言ってるあたりから、うん、いたね、ずっといましたね、ずっといたね
そう、ヒノが帰りますけれど、うん、どうです、どうですか、またいらっしゃい、うるせえまたね、うるせえ、夏休みになれば、うん、私がそっちに行けるかもしれないし、本当に来る、行かないやん、行かないやん行く気ないやん、お前、いや受験生なんだから、お盆休みぐらい、お盆休み、お盆休みはこっちが忙しくないから多分だけど、だって8月にあるよね、コンサート、コンサートっていうかツアー、まあ行けたらいいよなって、待ってまーす、はーいね、新潟、まあでも朝日が早くさ20歳になって一緒にお酒飲みたいよね、うん、まだこの子は19 17 18 17、え、お前誕生日忘れんな誕生日ってか、私でもまだセブンティーン、あ、じゃ、え、成人が18、うん、あ、じゃあ私今17、あ、うん、まだ17歳なので、まだまるっと2年、うん、2年半だね、11月とか誕生日、ね、まあ受験頑張ってよ、頑張ります、ね、まあ言われ続けてるからうるせえってなるよね頑張ってみたいな、頑張ります、そう、青と春と同い年だね、ね、うん、ね、もうさらにさ、なんか、え、年下に見えるって言われたよね、サラだっけ、あれ、テラヒナ、私があったの多分テラヒナじゃない、テラヒナとサラじゃない、あ、多分2年、3年前ぐらいに会った時に、うん、え、なんかもっとちっちゃく見える、幼く見えるって言われてて珍しい言われ方してんなって思ったんだよな、いつもね、大人っぽいって、そうそう、いつも大人っぽいって言われるもんね、でもみんな顔知らないんだよな、朝日の顔は、そっか、うん、あ、こ、あ、ん、今配信見てるみんなは、そうね、太陽の顔はわかるけど、ね、でも太陽と似てるでしょ、ママと似てる、そう、太陽と似てる、太陽とママを足して割った感じ、ヒノには似てない、正直ね、似てないよね、走り方とか声とか、声、言動、こ、あ、言動、声と行動一緒だ、言動、言葉、うん、言葉、話し方、うん、癖、うん、歌い方もちょっと違うしね、うん、ヒノの方が、アザイは合唱っぽい、腹から声出せって感じ、アザヒが、うん、そうだね、まだまだだな、お前は、なんで、え、目指してるものが違うじゃない、確かに確かにね、そう、そんな似てないよね、うん、うん、骨格は似てる、骨格は似てる、骨格は似てるけど顔が似てない、パーツが似てないの、うん、そもそも、なんでだろう、鼻は似てる、え、え、鼻似てるって、鼻と口は似てんだけど目が似てないんだよ、ああ、そうでしょ、あと輪郭、自分の方が顔ちっちゃいって言いたいの私骨はちっちゃい、うぜー骨はちっちゃい、うぜーそう、アザイは目がね切れ長ですからねよく言うとね、よく言うとね、よく言うと、別に、いや、悪、別に悪くはないぞ、愛嬌のある顔してるよね、うん、ありがとう、あと歯並び綺麗な、ありがとう、ヒノは歯並び悪いんだけど、顔のほくろさ同じとこにあるよね、あ、左の左目の下は一緒、これ全く同じとこにあるのそう、これ全く同じとこにあって、朝日あとこことここと、ここにある
ほくろあるわ。多分ここ反対だね。ここ、こっち、ここに、ここにある、ここにあるとほくろ。北斗七七、北斗七星ができる。北斗七星ってなんだ、わかんない、星座さんがわからんそう、でもここは一緒なんだよね。あ、北斗七星多いな。七じゃん、七じゃん全然違うじゃん、びっくりした。どうしよう、バカバレちゃった。いや、声はね、似てるってよく言われるんだけどね。あんま分かんない。うん、でも電話とか出ると、うん、ママと太陽と朝日と日野は分からん。へえー、太陽と朝日が分からん、まず。そう、ほんと、いいのいいの、分かんないそっくりママの真似は？え？何？なんかある？ねえ！ねえ！言ったじゃん！日野だよ。日野であり、私であり、太陽である。太陽じゃない？なんかじゃあ、なんかモノマネしよう。私たちが何かをモノマネして似るかにしよう。何がいける？どれいける？いや、多分ね、モノマネはね、似るものない。え？だって、なんできなくない？何がある？なんでもいい。ぼーちゃんそれみんな大体一緒になるじゃん声とかじゃない。ぼーちゃん、ぼく、ぼーちゃん、ぼく、ぼーちゃん、朝日の方が声低いし似てる。ぼく、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 ぼーちゃん、ぼーちゃん、川の中に違う、非公式なのよしんちゃん、あ、しんのすけって呼ぶ、しんちゃんだよ、しんちゃんだよ、しんちゃ ん, ちゃん、風間くん、ねんねちゃんえらひなの得意なしのぶさん、あ、うん、かないの、そう、そうしのぶじゃないそれはおしのしのぶ、ね、私が好きなしのぶちゃん、うん、もしもし、もし、うん、もしもし、下手だな、もしもし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 、大丈夫ですかそれ意外と言い方違うんだよね、前逸のやつでしょ。あ、そうなの、よくみんなさ、大丈夫ですかって言うんだけど、うん、なんか本当はなんか大丈夫な、大なんだっけな、大丈夫ですかみたいな、なんか もっとねさらっと言うの、確か本家は違う違う、虫の呼吸、蝶の舞、戯れ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 、虫の呼吸、蝶の舞、戯れ、戯れで、ヨルさんだとまた違うけどね、アーニャさん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 、ロイドのモノマネ無理だろ無理だろ、ロイドって何声、その調子ですよアーニャさん、いや、しのぶさんと縁が頑張るんだアーニャ、ああいけそうじゃない、うん、極めればうん、あーあーはいなくて寂しい、あーにゃ母の存在恋しい、双子じゃん、うん、でもしのぶさんとよるさんのさ声違く真似できてるよね、うん、うんうん、えしのぶさんはもしもし、もしもし、たわむれ、あくびすんだ虫、虫の呼吸、蝶の舞、戯れで、夜さん、夜さんがもしもしって言ったら、うん、なんだろう、アーニャさん、アーニャさん大丈夫ですか、まあ、なんか芯がある感じがするよね、アーニャさん、うん、もしもしアーニャさん、アーニャさん血気迫るね、あ、あの
パリピ孔明見てください。あー、朝日ずっと言ってるよね。パリピ孔明を見てください。え、なに、マンクル終わった？終わった。もう一期が終わった？一期が終わった。じゃあ見るわ。12話でしょ。そうかもしんない。そうそうそう、12話でしょ。じゃあ見れる見れる。パリピ孔明を見てください。歌えないけど。踊るだけ見れる。これね。踊ることしかできん。パリピ孔明を見てください。あの超いい。あ、そうなんだ。なんか多分2期帰ってくる時はもっと良くなってるよね。うん、予算増えるじゃん、人気出て。そう、いや、あの私は見てるけど日野は見てないからネタバレ NG なんですけど、はい、超いい。あのまずね、エイコちゃん、月見エイコちゃんが、はいはいはい、女の子の主人公で、うん、諸葛亮、浅野孔明、うん、三国志の、はい、なんかの人が、うん、プロセカでね、ルイ君がやってたから分かるよ。あが参謀ね、参謀。あ、そうね、そうそうそう、頭めっちゃいい人が、うんうんうん、死んだんだけど、よくある現世に転生しちゃったやつ。はい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 、見ときます。推しの子は見た？漫画はなんかちょっと見た。全部見てよ。なんで見て？全部見てよ。どこまで見たか。10話まで見たらその後絶対見るから見てよ。見た。全部見て。多分だってもうなんかなんか。全部見て。ネタバレ禁止。ネタバレ禁止。までは見てない。全部見て。はい。虚構推理が半分で止まってるのも私。日野のせいで。虚構推理？アニメ？え、漫画、うん？日野の買った漫画読んでるだけでしょ。うん、あそこちょうどいいとこだった。高人七瀬倒したとこまででしょ。なんで？ネタバレ。うん。え？ネタバレじゃん。お前知ってるでしょ。知ってるけど。法人七つ。いや、何言ってるか分かんないって。見たことない。うん。いや、まあでも、パリピ孔明を見てください。見る見る。アマゾンプライムで見れます。見る見る。見る見る。アマゾンプライム。アマプラで見れるよね。あのとても面白い。何が、なんで面白いんだろうね。すごくわからないんだけど、ああ、エイコちゃんがまず可愛い、はい、で、あのまあなんかいろんなキャラクターが出てくるんだけど、その全部のキャラクターにね、愛が溢れてしまう、うん、なんかオープニング増えるみたいな、エンディングか、そういうのは見た。見たっていうか、そのめっちゃいい、聞いた噂に。で、見るから、分かった。 YouTube に、違う、私はファンの方に言いますね、おすすめして。1話から12話まで見終わりました。で、今 YouTube の、 あのちゃんと公式で上がってる最終話、放送記念スペシャル、チキ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 バンバン MV が上がってるの。それを一番最終話まで見て、一番最後に見るとめちゃめちゃのエモで溢れます。エモで溢れます。めちゃくちゃのエモで溢れます。めちゃエモで溢れる、本当に、うん、はぁーってなる。あ、この場面がここで、見る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 、一気見する、一気見する、見てください。実家帰ったら一気見するから、お願いします。実家じゃねえよ、実家じゃん、ここ。もう新潟が実家になっちゃった。新潟帰ったら見るから、いいです。うん、見とく見とく、めっちゃいい。でもちょっと他にも見たいのあんだよな。うん、そういっぱいあるのよ。私は去年のどこかで泊まった、うん、ジョジョを見ないといけない。ジョジョね。あれ今ロッキーやってる。あ、そうそうそう、女の子の主人公で、ジョジョも日野はね、正味見たいんだよね。ちゃんとちゃんと見たい。映画に入れてない。エジプト行きますで終わった。え、だいぶ前、3部4部と違う。エジプト行きますはだって2話か3 2部か3部じゃない、3部じゃない、エジプト。わかんない、あのエジプトに行く映画のを見てない。そこまで全部見た。あ、そう。あ、3部ですって。3部です。3部でしょ。あとはあのびっくりしちゃったの、私。ごめんね、私の話はばっかりで。ジョジョの話。あ、違う、マクロス歌マクロスデッカルチャーっていうスマホゲームがあったんです。はい、音ゲーが終わっちゃって、差しちゃって、はい、あ、サービス終了しちゃって、ね、オタクすぎる。なあ、もうあのね、そう、すごくびっくりしてしまって、私容量不足でだいぶ前に消しちゃったんだけど、うん、あのそれでその差しスペシャルみたいな感じで、うん、YouTube に、うん、YouTube で、うん、その公式が、うん、ライブしてて、
そのマクロス、あ、見たかもちょっとそれ。歌マクロスでやるライブ形式、あの何 3D モデルが踊るやつが上がってるので、それも見てください。いいよね。ライオンとか歌ってた。そう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 。ライオンとか。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。見てほしい。はい。文ピカを見てほしい。はい。なので、そうマクロスデルタが、あの見たけどちゃんと見れてないからもう一回見直したい。はいはいはい、あとマクロス全部って言ったらちょっと重たいかもしれないけど、うん、あとはなんかニコ生、ニコニコのネタの元ネタをたどって、あの鉄血のオルフェンズを見たい。なんだっけ、聞いたことある。ガンダムオルガ隊長。あ、止まるんじゃねえぞ。そう止まるんじゃねえぞ見たい。あのね、それもパパが見てるのを盗み見して、うん、面白かったなっていうのが、うん、そう、それをちゃんと全部見たいけど。希望の花、いいの、うまい、ワフレだから。いい曲だよね。そう、うん、はいはいはい、見たいなっていう。確かに、ちゃんとね。あとは、なんだろうね、アニメ見たい。アニメ、ハサイ最近何見てたっけ。マドマギ、マドマギはでもだいぶ前じゃない。最近見たのパリピ孔明だ。パリピ孔明とスパイファミリーしか今期見てないかもしれない。今期はフィナシキモリさんだと。あ、そうだね、シキモリさん。シキモリさんは漫画見てるから。わかる、漫画見てて動いてるって感動した。ハチミツが可愛いです。ハチミツ好きだよね。うん、あ、ハサウェイ、先行のハサウェイ。、ね、映画、映画だって、ね、踊ってるイメージしかないよ私。え、全然ニコとニコ、ニコと何、ニコニコ、うん、なんて言うんだっけ、ニコド、ニコド子だからさ、ニコチュウ、ニコチュウ、ニコチュウってまではいかないかもしれんけど。あれ、ハサウェイって映画じゃないの。インターネット、あ、そうなの、ね、先行のハサウェイ。あ、違う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 、別にそれは、ごめん、ハサウェイは知らない。え、下着も見たい。わかる、下着も見たい。あの、でまた話になっちゃう、私がやってるコンパスっていうゲームがあるんですけど。コンパス好きなんです、この人。ハッシュタグコンパス、戦闘設理解析、なんて戦闘設理分析ゲームみたいな、はいはいはい、ゲームがあって、うん、それにコラボしてるんです、いろんなアニメとかと、うん、そう、まあ、それこそ下着とか初音ミクとかもコラボしてるんだけど、今ニーヤコラボしてて。え、そうなの。いい、そうだったわ。 2B ちゃん、 2B? 2B ちゃん、 2B、 2B ちゃん、うん、ちょっとわかんないんですけど。え、ニーヤ見てない。見てないというか、ニーヤやってないというか、ゲーム実況も見てない。じゃあアニメ見て。はい、ニーヤオートマタアニメ、ちょっと何年後か知らんけど、はい、あ、そう、アニメする、あの、わかんない、多分長い道のりになる気がするけど、私カンコレも見たい。カンコレ、あ、カンコレ、あ、カンコレね、ごめん、あのね、関西コレクション関西、うん、関西コレクション見る、見れるやんみたいな。あれ、ガルパンだっけ。いや、カンコレ、カンコレだよね。カンコレ、でもカンコレってゲームのやつ、ゲームやりたい。あ、てか、そう、東方の弾幕をやりたい。それはそう、ずっと思ってる。なんかそう、でも私が下手、絶対下手でやらないから、やれてない。いろいろでも、そう、カンコレ、そう、カン、ね、あの、あれじゃん、あの、カン、カンタイコレクションだったと思う。カンタイ、あの、あれだよね、あっちの漢字のカンだよね。あ、そう、船の、そう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 、戦闘艦隊、急にカンコレって言われて、関西コレクションしか全然思い浮かばなくてビビった。艦隊コレクションですね。入れて入れて、変な息を吸い方しちゃった。ヤヒノずっと見たいね。アニメとかいっぱいあるんだけど、うん、ワンクールしか見れない。なんか長寿アニメは、あ、もう今時間が、ワンピースとかさ、賞味気になるよ、全然気になるけど。ワンピース、あと何とか、
進撃とか。進撃は漫画読んでるから今。あ、そうなんだ。借りてる。そう、まあいろいろさあるけどね、結構ワンクールとかのが見やすいな。うん、そうね。なんかあとはナロー系の小説家になろう出身アニメ。アニメわかる。いや、それみんなに説明したでしょ。あ、そう、私わかるもんね、はい、ナロー系のアニメを無心で見る、無心で見るなおもれーって思いながら、なんか入り込んじゃうとさ、うん、中二病にまっしぐらな気がしなくもなくて、はいはいはい、ソードアートオンラインとかは。あ、そう、 SAO 見てないけど、リゼロは見た。見た。いや、リゼロは見たいんだけどね。面白い。あれはかぐや様は、は一期は見てた。そうだよ、私も一期なんだよ。見てない気がする。見たいんだよな。今3期やってたよね。そう、見たいけど時間がない。パリピ孔明面白い全部そこに繋がるかもしれない。なんかね、うん、全部見返してもいいぐらいパリピ孔明面白い。ほんと、うん、スパイファミリー私多分全部2話ずつぐらい見たわ。あおもろくて、おもろくてっていうか、なんか見てて心地よくて、ツークール目も楽しみ。なるほど通り部は見てないんですよね。うん、なんかさ流行り物乗らないよね。そう、鬼滅も見てないでしょ。鬼滅もちゃんと見てない、うん、通り部はなんか漫画でだいぶもなんかそのすごいアニメが流行る前に、流行る前に、うんうん、漫画がなんかの広告で流れてきて、うん、それ蹴ったの見て、うん、合わないと思ってやめたら、そうなんだ、なんか上がってきた、びっくりって感じだった。そうなんだ。そう、面白いんだろうなと思いながら、うん、手をつけられてない。あと約束のネバーランドも一期見て二期三話ぐらい見て忙しくなって見れてない。うん？あ、そう、ヤンキーものダメっていうよりか別になんか普通に転生してどうのこうのが、ほん？なんかあんまり好きな展開じゃなかったんだと思います。多分まあ今見たらまだ変わるかもしれんしね。そうね、パリピ孔明うまいんだよ。うまいじゃないいい。今最近新しくハマったのあるわ、ジャンプラの、ジャンプラの漫画で、ジャンププラス、ジャンププラス入れてる。なんだから推しの子見てないんじゃん。だ、ま、推しの子見るために多分入れて消したい。なんで容量がないからって消すのすぐ大漫画と LINE、マガポケットの漫画アップと漫画パークと漫画ミーガリ、どうやだやだいやー、最近はでも漫画よく読むな、うん、漫画もアニメはその時間かかっちゃうから読んでない、見てないっていうのはあるけど、見たい。正直1年がもっと長かったら、もっと1日がもっと長かったら、ね、睡眠時間がもっとそうかか削れて良いなら、ショートスリーパーで生きれて体も元気な体だったらずっと見てると思う。うん、いやそう、あ、なんかあとね、サイコパス、はい、合ってる、合ってる、サイコパス、うん、エゴイストのサイコパスね。あ、今出てこない、なんとかネータ、これ測るやつ、サイコパスを見たい。測るやつ、わかんないか、あの、うわ、作中の話。あ、そう、作中に出てくるその人の危険度を測る銃で、うん、その人が危険だからバーンって撃つやつ。あ、そう、ドミネーターです。ドミネーター、多分ドミネーター、急にオタクっぽくなって、サイコパスを見たい。なんかサイコパスはね、見たいよね。わかる、それはね、わかる。楽しそう。昔のってほど昔でもないと思うけど、うん、サイコパスに関しては見たい。いや、ほんと名作のアニメはね、そう見たいんですけど、王道名作アニメを網羅したい、うん、キー作品とか見たい。クラナドとか、あー、なんかすっごい中学の時からめっちゃ泣ける、うん、絶対泣くっていう評判だけ友達から聞いてて、結局見てこれてないんだよね。
今だとほらアプリかなんかのやつ、なんかたまにね広告流れてくるんだよね。そう、いやアニメの、あ、アイカツが映画やります。あ、そうだね全員集合でしょあれ。ゆりか様が出るなら見る。あ、でもちょ、いちごちゃん世代の後わかんないからさ。そう、見てもさ、あかりちゃんがギリぐらい。そう、あかりちゃんとすみれちゃんでギリ。あ、鈴宮春日を見終わってないああそうなの。文化祭でうん、ゴッドノーズ弾いて終わった、うん、終わるな見たい。なんか録画できてなかった。見たいアニメはもう本当にいっぱいある、うん、出るだけ出る、出せば出す、出る、たくさんある。うん、わかる、すごくわかる。すごくわかる、うん、いっぱい。見た。そう、そう、そう、たくさんある。わ、ゆるキャンは見てました。一気。ふむ。めっちゃ癒された。まあね。一人でキャンプ行きたくなった。けどご時世が許してくれなかった。確かにね。ケイオンも多分見たんだけど覚えてない。なんかいい感じに見ていい感じに終わった感じはあったけどあんまり見れてない。ね、アニメ何が好きなの。アニメ何が好きってか、あんたは何オタクなの。物語シリーズ。しのぶちゃんだよね。推しのしのぶ。推しのしのぶのフィギュアとかも全然いっぱいある。いっぱいある。持ってくる。1個でいい。そう、なんか一番くじの A 賞のやつとか。ひのはねフィギュアほとんど持ってないんだけど。そう、朝日はなんか一番くじとか羅針盤とかで推しのしのぶちゃんのフィギュアゲットして飾ってたりする。ひのが当てたことあるんだ A 賞、一番くじの A 賞。私のオタクっていうとネットオタクとキスショットのフルネームね、キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード、合ってるよね。キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード、合ってる合ってる。もう一個あったっけ、キスショットアセロラオリオン、ん、キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレード、合ってるよね。イエーイ、任せろ。斜め77度の並びで泣く泣く7泣く7半7台何泣く並べて長眺め。おかえり。あ、一番最近一番豪華なやつもうちょっとこっち、もう少しこっち、はい、持ってきてくれた一番最新の一番くじで当てたフィギュアです。何のやつのやつ。しのぶちゃんのハロウィンのしのぶちゃんしかいないやつ。去年のハロウィンだった気がする。昔のやつじゃなくて普通に引いたの。うんうん、普通に引いた。 A 賞、そしたら A 賞来たの。すごくないなんか一番最初に当てたやつ確か私が引いたやつじゃん。そうそうそう、あのひのが千円札に念込めて私がそれ出して引いたやつがフィギュアの。私の運を分けてあげようとか言って冗談っぽくやったらガチで引いてやがんの。おもろいよね。そう、それでなんかねネットの一番くじもあったんだけどそれも爆死しました。ネットなんかさ自分で引いてる感なくてあれだよね。確かに取れちゃう。かわいい。かわいいよね。造形いいよね。どこからがいいかな。顔、顔こっからがいいな。ん、ちょっと待って、どっからかわいいかな。どこから見ても可愛いから。ここかな。しのぶちゃんはだって世界一よ。可愛い。
ありがとう、わざわざ持ってきてくれて。で下の方も見てほしい。下？下も土台が、だって土台じゃないじゃん普通の。ああ、すごくない？確かにね、台座もね。すごくないですか？これ一番くじにしてはなんかすっごい、すごいよね。いいよね。高そうだよね。でも750円だったぐらい。780円、それが一番くじだからね。そう普通に買ったら多分もっとするよね。何千円するだろうけど。はい、ありがとう、わざわざ。かわいい、持ってきてくれて。かわいい、うん、よいしょ。まあ、あなたはじゃあ何オタクっていうのが正解？ひのはインターネットオタク、ネット民だと思うの。わかる？あ、私でもゲームもするし、アニメも見るし、ゲーム動画も見るっちゃ見るし。ゲームでもそんなやんないじゃん。あ、スマホゲーム？あー、そうね、そうだね。でもだって、いや、ゲーオタ、本当のゲーオタに怒られるそれは。まあね。うん、今はインターネット、ボカロとか YouTube とかマッドとか MMD とか。いいよね。インターネットで流行った用語は比較的抑えてるけど、でも原作も読みたいけど、原作読み始めると時間が一気に解けるから流行語に収めてるタイプ。いや、さっきのしのぶメルカリで6000円だったらしい。メルト高っ。売らないわよ。うん、知ってる。いくつある？5個ぐらいある？もっとある？1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人。え、そんなにいる？7か8ちゃん。しのぶちゃんオンリーで多分。え、だってほぼ一番くじでしょ。ウェディングのしのぶちゃん。はいはいはい。ドーナツに座ってるしのぶちゃん。はい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 。シャボン玉吹いてるしのぶちゃん。あ、それあんま覚えてない。ドーナツを真っ暗にしてるしのぶちゃん。あ、はいはいはい、カエル持ってるしのぶちゃん。ああね。通常衣装麦わら帽子のしのぶちゃんで、このしのぶちゃん、あのそっか、いいと思う。いや全然いいと思う。ありがとう。うん、いや、あの、運がいいなって感じ。だって買ってないでしょそれ。ほぼたまに羅針盤とかでしょ。羅針盤とか駿河屋とか、うん、虎の穴とか、うん、お世話になってますって感じ。中古ショップね。中古ショップね。アニメグッズをちゃんとして、ちゃんとなんで高額転売とかじゃなくて、ちゃんとその、うん、何、貴重さとか、うん、保存の綺麗さとかをちゃんと見た上で値段を決めて売ってる正規中古品ショップみたいな感じ、うん、正規じゃないかもしれんけど、うん、うん、です。です。池袋とかね、歩けばすぐ出てくる ね、うん、と思うね。そうそうそう。え、太陽ってガンプラやったことなかったっけ？一回多分パパと一緒にやってた。あったよね。パパがね、オタクなのよね。私もやりたいの、ガンプラ。絶対好きそうじゃない？切って、ガンプラよりさ、切って、なんかもっとさ、好きなキャラでいいんじゃないの？私、自粛期間中にしのぶちゃん の、 等身大パネル立てようとしてて、うん、諦めた。そう、印刷し終わった。印刷したのあるよそこに。え、段ボール切るのがちょっとめんどくさくて諦めたんだけど、等身大パネルを作ろうとしてる。パパはね、無視。パパはそのガンダムも見てたし、マクロスも見てたし、あと何だろう、なんか基本的に何でも、なんかそれこそバイオハザードの、無印のバイオハザードとかやってたりとか、プレステ、うん、あとモンハン、モンハンね。充電がない。え、知らんよ。 あとエヴァ。まあみんなと同じ感じだろうね。
あ、今妹と一緒です。あと何が好き？ジョジョも見てたよね。うんうんうん、ジョジョ立ち全部できるようになりたいよね。わかんない、ちょっとにわかすぎて。ならんちゃんならんちゃん、ならんちゃんだけ座って、なんだっけ、あ、エアロスミスだった気がする、確か。あ、そう、そっか。アサイでもあとリンちゃんも好きでしょ。うんうん、鏡でリンだよ。かっこかっ、はいはい、は、初音ミクだよ。鏡でリンだよ、鏡でリンだよ、眠りねるかだよ。めいこだよ。違うな。グミちゃん。カイト。カイト。学校だ。あれ？違った。メイトは待って。カイトはもっと。カイト、カイトだっけ？あれ？カイトは。いっぱいいんだよ。いっぱいいんだよ。ミーミー味噌味。食べて、味噌味噌生姜、ピリピリ、いい感じ。初音ミク、ミクだよ、ミク、うん、うん、うん、プロセガでいっぱい切ってくから耳が馴染んでんのよ。うん、鏡で、鏡でリンだよ、鏡でレンだよ、鏡でレンだよ、鏡でレンだよ、鏡でリンだよ。リン、うん、レン、レン、ミク、な、なんかある言葉、え、わからん、うん、あとなんかあるかね。もう終わりにする7時半思ったよりやってました配信は。楽しかったわ。あ、ほんと？あ、ちょっとゴミ落ちちゃった。はぁ、ということで明日ね、丸山公園がありますので、イエーイ、なのでちょっとさらっと終わりにするわちょっと前から父の子供のアーニャです。ずっと前から母の子供のアンニャです。アンちゃんです。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 アンニャです。アンニャですだよ。アンニャです。そうそうアンニャ、姉の存在恋しい。嘘ついてますねダメですよ、嘘つき、ダメですよ、嘘ついちゃ。母も嘘つき、はあ、父スパイ、母殺し屋、父スパイ、母殺し屋、アーニャ心読める、よかったね、アーニャ心読める、アーニャ、アーニャ、アーニャアーニャ心読める。ちょっとアーニャむずいんだよなロイドを、ロイドフォージャー様を習得すれば一家できるね。ママにアーニャやってもらってやだよ、ママのアーニャ多分あんちゃん、あんちゃんこっこやめるあんちゃんかかるやめるみたいな本当に面白い。じゃあ終わりにするわ。男女読みます。7位新潟和さん、6位東吾さん、5位鈴人さん、4位ひろしさん、3位むっちゃんさん、2位ひよりげたさん、1位鋼のギュスターブさん、ありがとうございます。ということで、じゃあ朝日また、はい、パリピ孔明見てください最後、それでいいの、なんか挨拶もうなかなか出れないから、パリピ孔明見てください。はい、ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。